人たちと共に少女は森を走る。ナイトメアめ、やけにしつこいな。ナイトメア？ああ、あの怪物たちのことです。首をかしげる少女にピノキオは困ったように笑う。僕たちナイトメアとはちょっと因縁があるんですね、イバラ姫さん。声をかけられ半分眠るように追走していたイバラ姫が目を開く。なんかうるさいのが来たみたい。睡眠妨害反対。イバラ姫の言葉通り、木々の隙間から巨大なナイトメアが姿を現した。大きいのが来ました。気をつけないと。よし、あいつは僕が引き受け。なんだ、目の前の僕を無視？はあ、変な動きね。めんどくさい。どうやらナイトメアは君を狙っているようだ。どうして？私は一体。大体は倒したみたいです。周囲のナイトメアを倒し終え、ピノキオは小さく息をつく。それで君はどうするんだい？アラジンの問いに記憶のない少女は首を横に振ることしかできなかった。なら一旦魔法学校に君を連れて行ってもいいかな。魔法学校？ナイトメアは僕たちの問題でもあるんだ。その方がお互いウィンウィンさ。その言葉に答えようとした矢先、強いめまいに少女の思考は中断される。慌てた様子の3人を視界に捉えながら少女の意識が遠のいていく。